はい、どうも、ベイチャンネルの旦那主任です。姫シャティオです。今回は東京の中国人形町にある小網神社へ参拝に行きたい、しかも早朝から行きたい、その際に車中泊できそうな場所を探して車中泊いたします。はい。そしていつものように動画の後半では車中泊快適度を評価しますので最後までご覧ください。はい、それではエッチキャオこのチャンネルは1週間たまりにたまった疲れをどこかに癒しに行くのが目的です。主に週末ミニバンで車中泊旅をしております。美味しいものを食べに行ったり、綺麗な景色を見たり、貴重な体験をしたりして疲れを癒しております。我々の動画を見ていただくと1週間の疲れを癒しに行く旅の計画を立てられるかもしれません。では最後までご覧ください。そしてよかったら高評価、コメント、チャンネル登録お願いいたします。そして途中で快適度を5段階で星をつけて評価させていただきます。その評価の基準はこちら。ということで動画の最後で発表いたしますので最後までご覧ください。だいぶ都内っぽくなってきましたね、うん、ここは秋葉原ですかね。秋葉原ですか。わー、軽いな夜だっていうのに。明日人形町行くけどさ、うん、なんで人形町っていうんだろうね。江戸時代に多くの人形師が住んでて、人形を作ったり売る店が並んでたので、うん、人形町と呼ばれたのがそのまま定着して人形町になったらしいよ。博学ですな。まあね、目的として人形町に行くけれども、はい、車中泊するにはなかなか23くらい厳しいよ ね。道の駅も全然ないもんね。この間行った八王子の道の駅が都内にある唯一の道の駅だけど、うん、人形町は遠いね、方向が違うもんね。で今回は苦肉の策ですが、快活クラブにね、駐車場で車中泊をさせてもらおうかなと思ってます。今回初めて。事前に確認済みで料金さえ払っておけば駐車場で車中泊してもいいということなので、うん、今日はそちらでやっていきますよ。目的地はもうほんの少しですね。1キロ切ってます。意外と近かったですね。近かったね。もうほぼ東京みたいなもんだな、ここは。千葉は東京です。だいぶ入りますよ。到着。段差がすごい。到着。誰も止まってませんけど。どこに止まろうかな。軽すぎてもなんか目立っちゃうね。はい。はい。お疲れ様でした。入社後、精算機より駐車券発行し、店内をお持ちください。はい。シュン。はい、ここが、快活クラブ。今日はみんな一緒なんだね、どの部屋も。そうだね。一応私たちが入ろうとしてるのはナイト8時間パック。1700円で税込みで1870円。これの2人分。そう、はい、でも中は綺麗ですよ。入店。ペアフラットシートがいいんじゃない。でも一緒、うん、ここが入ってます。お菓子売ってるよね。カップラーメンとか売ってる。あ、駐車場割引のゴールデンって本当だ、ここでやるんだ。今やるの。ご利用時間で後で割引いたします。帰りにやるのかな。すごいいっぱいあるね。なんかマグハンとかいっぱいある、ね、ちっちゃいとこかなと思ったけど、でもすごい意外と広い、ね、進化するか。ドリンク、ソフトクリーム用食べそうだ。これがある。うん、ソフトクリーム専用。あ、そう。あ、今の時間は洗浄中、食べれない。飲み物だよ。飲み物、魚洗浄中でした。迷っております。ここか、出るんですか。うん、だこの奥じゃない。前にしたのね。ここは透明で見えるんだ。なんかタオルかけるって言ってたよね。ここは見えますか。シャティオさん、僕に上がらせないつもりだな。いいじゃん、広くて。狭い。狭いけどいいよ。ビガー。眩しい。おー、これ何？金庫。テレビ。テレビ。テレビ見てるの。なんかヘッドホンして使うんじゃない。
に。そうですね。手でもあるね。完全個室じゃないからさ、あんまり大きい声で喋れない。ね、こうなったら高くてすごいんだ。それはこうなるのか。でもこの奥の方まで感じない。よく寝れる。どうだった？トイレ二つ？うん。お城どうだった？うん。うん、メイク用の台。女子のね。とトイレは完璧だと、うん、ようですな。とりあえずこれからイズちゃんの散歩に行きまーす、はい。あとは車中泊の準備して寝ます。はい。もう寝る時間がやってまいりました。道の駅じゃなくて快活クラブで、市川にある南行徳店というところで駐車場で立ち泊をさせていただきます。はい、許可も得ていますから。そうだね。ただいまの時刻12時16分。意外と暖かいです。外はビュービュー風吹いてるんですが、駐車場が、うん、屋根があるからかな。屋根があって風も入ってこない感じだから。そうだ、ね、結構暖かくて10度、外の気温 10.3 度、室内の温度は 14.8 度。結構快適に寝られそうな気がします、うん。一応これセットはしておるものの使わずにいけるんじゃないでしょうか、うん。電気毛布は使ってるのでこれだけでいけんじゃないかな。10度あればね。じゃあもう寝る時間ですよ、うん。ダメ、はい。明日朝早いのでもう寝ます。お疲れ様でした。おやすみなさい。はい、おはようございます。ゆっくり眠れましたか？あんまり眠れませんでしたね。車通りが激しいっていうか。俺は結構眠れたけどね。喋り声とか聞こえなかったしな。聞こえたけどね、たまに。そっか。まあ、お互い別の意見になってしまいましたが、ただいまの時刻は5時58分。外が 10.7 度で中が 15.9 度。そんな寒いってことなかったな。よかったですか？まあ俺はよく眠れたからよかったけど、眠れない人もいるだろうね、こういう環境じゃ。これから退出します。駐車券これ入れた？入れただけ、うん。向きを入れる？入れる。よし。快適だね。指定3ボタンを押してください。入れましたよ。入れます。次パッと取られた。ありがとうございます。これで無料。無料です。よかったですね。よかった。危ねえ。いや、危ないわけないんで。はい、では改めておはようございます。ただいまの時刻は6時25分。市川の快活クラブ行徳店から人形町の小網神社まで約30分ぐらい。こんな朝早い時間から行かなきゃいけないなんてすごい混むっていうからさ、混まないうちに行きたいじゃない。人形町の看板が出てきましたよ。すぐ行くと信号もちょこっと行って信号、ちょこっと行って信号だからさ。そうだよな。すぐ止まるんだけど。東京は信号が多くてね。今7時38分です。小網神社にやってきました。これまさにオフィス街の中心にあるんですね、これね。この神社は強運厄除けの神様として知られており、大変人気の神社でございます。昭和20年3月の東京大空襲の際は奇跡的に火災から逃れているという、とても強運な神社のようなので上がりたいということでやってきました。これからもまだまだいろんな苦難が待ち構えているでしょうからね、我々もね。それでは早速行ってみましょう。ここは西暦1466年、今から約550年以上前に建てられた神社のようです。皆さんね、神にお参りしてますね。地元の方ですか？いいえ今日何しにいらっしゃったんですか？答えてもらえない。言わないよ、言えないよ。こんにちは。清めていただいて、どんどん清めていただいて、私も清めて。黒くじさんなんですよ。かわいい。ここで何するって？銭を洗うぜ。洗ってください。銭洗い銭湯。ざる、かわいい。今度亀さん。銭洗い銭湯。何をやってる？銭もやっちゃうの？うん。破れたらどうなっちゃうの？破れない。銭を洗うそうです。うん。
この札を清めますよ。買わない方がいいのかな。清めた硬貨はお使いにならずに財布の中に収めておくと、種銭となって新たな種の利体運向上の御利益があると言われております。御朱印は3種類ありますね。いっぱい買っちゃった。いっぱい買いましたね。お守りでも欲しいもの全部買いました。買った、うん、どうもありがとうございました。ということで小網神社でし た。今日もめちゃめちゃ繁盛してます。すげー並んでます。それでは先ほど小網神社の参拝とお守りや御朱印をいただきました。はい、小網神社も日本橋七福神というものの中の一つ、160ですね、祀られているわけですね、で日本橋七福神っていうのは日本で一番短い短時間で回れるらしいです。せっかくなんで、せっかくなので回ります。ダイジェストでどんどんお送りしていきますよ。どうぞ。水天宮、弁財天、茶の木神社、伊勢さん、おいしい、キラコシアン、松島神社、大福神、末広神社、ビチャモン、ビチャモンって笠間稲荷神社、十王寺、ここで最後、杉の森神社、恵比寿様、日本橋七福神巡りでした。それでは、小網神社で買ったお守りなどを紹介してまいりましょう。東雲小網神社お守り、厄除け、後ろには上り竜、下り竜が刺繍されております。これは旦那主任にプレゼントします。ありがとうございます。いただきました。どうぞ。いただきました。下り竜っていうのはどういうことなんだろうね。後で説明入れておきますね。上り竜は参拝者の祈りや願いを受けて神様に伝え、下り竜は神様からの徳を参拝者に授けると伝えられています。私が買いました。そう、じゃあこれを私から読みしたいとにプレゼントします。お返しです。車に飾っておきましょうね。後ろに七福神ですから、160御朱印、弁財天、小網神社の神となります。夏年限定の切り絵になっております。期間限定3月までおりますから、はあ、新しいのまた買ってもらうよ。朝5時半に起きて行ってきな。あとは御朱印帳ですね。竜がデザインされております。こちらも大人気で売り切れになってて、今日まさに再販開始されまして、たくさん買いましたね。またもうせっせと働かなきゃいけなくなりました。あとは必死に働くのみと、ね、今からは以上です。もう11時も過ぎてるのでお腹が空いてきました。人形町に美味しいもんじゃ焼きのお店があるそうなので、食べます。三島もんじゃね。恥ずかしい。誰もいないから恥ずかしい。じゃあここでお昼ご飯にしますよ。もんじゃ、まあでもこんなもんか。まずはウーロン茶、ます。ウーロン茶。なんか初めて見る土手の作り方だね。こうやってあるんだよ。すげえ。あ、そういうもんなんだね。こちらで完成になります。チーズかけたらお好みでおこげかけて食べていく。はい。これが月島流なんですね。そうですか。あ、そうなんだ。切れない。はい、ごちそうさまでした。お腹いっぱいですな。この後日本武道館でイベントに参加いたします。その後評価を発表いたします。ではまた後ほどお会いしましょう。それではですね、はい、カツクラブの評価の結果発表。結果が出る、うるさいな。嫁社長から評価発表よろしくお願いします。はい、どうもよろしくお願いされました。
千葉県市川市南行徳県の快活クラブです。総合得点は星4つ半です。イエーイ。ていうか快活クラブで4つ半って結構高得点なんだね。タワーもないし、料金もね、2人で3,740円かってますけどね。1番、セキュリティ面、照明めちゃくちゃ明るかったですね、うん、駐車場に車中泊してるっていうことだから、うん、駐車場の中の照明どうだよね。平日だったから止めてる人いなくて、超心配は心配。暗ければ×で、明るければとりあえず回るっていうことだから、うん。トイレが綺麗かどうかはお店のトイレを借りました。借りました。ここはもう暖房が暑いぐらいに効いてて、はい、もしなかったね。当然お店のトイレだから綺麗ですし、うん、もちろんウォシュレットもついてますし良かったですね。はい、でこれも一つ星をあげちゃう。次、騒音ですが、私はこの道の道路のホール、車の音がうるさくて寝れませんでしたね。バイクとかそういう動かしたりとかいうのは全然なかったけど、大通りを通るから響いちゃったのかな、あの建物の駐車場の中って。私はもう全然そこはほとんど聞こえませんでした。すぐにね、いびきかいて寝るような人なら大丈夫なんでしょうけど、それってもしかしてそのことは僕のいびきもうるさくて寝ないですね。それが騒音か。あるかもしれませんね。じゃあそこはということで星が半分、半分と、その半分の責任は俺にもあるかも。一人は気にしない、一人は気にする。4つ目は駐車スペースの傾斜具合ですかね。これはもう申し分ないんじゃないかなと、うん、全然大丈夫でしたね。これも何の文句もなく星一つあげちゃうということですね。最後は施設の充実ですけれども、はい、今回は快活クラブなので、はい、星座ったけど鍵付きの部屋はなかったね、うん、けどまあ我々駐車場に泊まってるので、うん、部屋に行くことはなかったですけど、うん、ヘアシートみたいな、うん、2人が入れる良さの部屋、うん、寝転がれる部屋だったね。男の人でも多分まっすぐ伸ばして寝れるんじゃないかな、まあ、うちの場合はイズちゃんっていうの可愛らしい愛犬がいるので、どうしても快活クラブみたいなところに行ったとしても車内にどっちかは寝なきゃいけないってことになるんで、結局車中泊をしなきゃいけないことになるわけですよね。なのでそうです、なので快活クラブであろうとホテルであろうとペット可能なところではない限りは車中泊になってしまうという宿命なわけですよね。ねえ、イズちゃんね、可愛いんだよね、イズちゃんね。っていうことで、でも施設の充実度は、うん、飲み放題もあったりトイレもあるし、うん、で一応駐車場だけでも貸してくれるっていうことなので、うん、それは施設的に良かったんじゃないかな、まあ、当たり前だよねと思いました。はい、承知しました。はい、ありがとうございます。うん、あっさりって言われたんだよね。直接電話、そうそう電話してね、車中泊してもいいんですかって聞いたら、全然問題ないですよって言ってた。そこ OK だったのですごい、そこはありがたい、ね、ただこれは店舗による可能性があるので、うん、快活クラブって快活クラブ専用の駐車場と商業施設と一緒になった駐車場もあるんで、そこの場合はもしかしたら商業施設の方で車中泊を禁止している可能性があるので、うん、事前に車中泊を考えてる店舗に直接電話を入れて車中泊しても大丈夫ですかっていうのを確認が必要だと思います。はい、ということで総合評価4つ半ということでしたが、良かったですね。まあ有料ですしね、まあお金かかっちゃったけど、うん、まあ東京っていうところは車中泊するとこは本当にないので、今回みたいに苦肉の策では快活クラブに泊まるっていうことになりましたが、千葉に入ってますけどね、まあそうですね、この辺なくて、そうですね、またそういうとこまで行かないと駐車場付きっていうのはなかなかない、はい、西の方だったら多分八王子の道の駅とかがあるんだけども、僕は八王子の駅、道の駅もあまりおすすめしてないので、東京で車中泊っていうのはかなりハードルが高いということで、はい、本日は連泊をするつもりでおります。東京から千葉に移動しますが、それはまた別動画にしますので、今回はこれでおしまいです、はい、次回も車中泊や観光に関する情報を投稿していきますので、お見逃しのないようチャンネル登録をしてお待ちください、はい、ということで次回の動画でまたお会いいたしましょう。はい、さようなら。もうバイバイ。始まってからだけどね。